はい、皆さんこんにちは。ピラティストレーナーの杉です。本日はピラティスのレッスンの中でよく出てくるエクササイズの一つのロールアップ、ロールダウンの説明をしていきたいと思います。このエクササイズなんですけども、非常に、できる方が少ないんですよね。なぜかというと脊柱の柔軟性が乏しかったり、お腹の筋肉、腹斜筋っていう中の方にある筋肉が正しく使えていなかったりとか、筋力が不足していると起き上がることも寝ることもできないんですよね。で、ロールアップの基本的動作としては背骨を一つずつ上げていき、背骨を一つずつ下ろしていくっていうアーティキュレーションっていう動作が出てきます。分節ごとに背骨を動かしていくっていうことがピラティスの中でよく出てきますが、それの、メジャーなエクササイズとしてロールアップ、ロールダウンがあります。本日はまずロールアップが正しくどういうふうに動作があるのかっていうところと、できない人に対してはどういうアプローチをしていくのか、どういうふうにやっていくのかっていうことをお伝えさせていただけたらなと思っておりますので、最後まで動画をチェックしていただければと思います。それではいきましょう。はい、ではまず正しい動作をお伝えさせていただきます。上向きに行きましょう。足は伸ばしていただいて、足の幅は拳幅ぐらいにしてください。で、骨盤の前の面ですね、を手で三角形作っていただいて、この面天井と平行にしてください。で、肋骨があまり出てこないように気をつけていただいて、肩を広げて顔の面は床と平行にしておきます。これが上向きのニュートラルポジションになりますね。鼻から息を吸って、口からとピラティスと呼吸をしていきます。この呼吸は止めないようにしていただいて、そこから手を天井に上げます。この時に手を上げすぎないで楽に下向いた状態で手を天井に上げてください。そこから手をバンザイします。この時に肋骨が出てこないように気をつけてください。手をバックアイしていただいたら、手を天井に戻しながら頭から順番に背骨をアーティキュレーションで上げていきます。上から順番に背骨を丸めながら持ち上げていきます。1個ずつ持ち上げていっていただいたら、そこから、できる方は体を前に倒しながら、スパインストレッチのような動作になります。そこから背骨を1個ずつまた丸めながら、下から腰ですね、腰から順番に1個ずつ下ろしていきます。手を持ち上げてくださいという繰り返しになります。結構背骨が1つずつ動くっていう感覚がここら辺まではあるけど、そこからこういっぺんに上げてしまったり、足が先に上がってしまったり、手が落ちてしまったりとか、あと頭が前に出たりとか、いろんなこう起き上がるための代償動作っていうのを出してしまうんですけども、なるべくですね、それを出さないで背骨の延長線上に頭があって、うなずいたまま一個ずつ、流れるように持ち上げていただいて、スピードは固定で流れるように下ろしていくということができると、正しくできているということになっています。はい、いや今のエクササイズがまずできないっていう方に対しての修正方法になるんですけども、修正は足を拳幅から少し広げて行っていただくか、軽く膝を曲げた状態で、これ曲げすぎると上がりにくいので、軽めに曲げていただいて、太ももの力を抜いた状態でやっていただくっていうのが修正方法であります。なので、この状態で同じように、バッタリ戻したら、上から順番に背中を丸めながら持ち上げていきます。で、ダウンという状態になっていきます。これでもできないという方はですね、下ろす方は一旦諦めていただいて、下げる方だけちょっと意識しながら下ろして、上げる方は、こう体を起こして、横から起こしてですね、で、また座って、っていう風に修正をしていただきたいですね。もしくはですね、もうこれができないという方は違うエクササイズを行っていきます。私がよくやるのは四つん這いになっていただいて、背骨を丸めて反ってっていう動作を繰り返し行うことによって、脊柱の柔軟性をまず獲得していく
どうしても重力に対して反発してあげたいとか、それに耐えながら下げていかないといけなくなると、その分負荷が高いので結構難しくなります。まずは四つん這いで背骨の動きだけを出してあげることによって、その負荷が少なくなるので、一般の方でもやりやすいかなと思います。こういう動作をして背骨の柔軟性を出してあげてからやっていただくっていうのは一つですね。はい、というのがロールアップ、ロールダウンの正しい動作と修正方法、できない方に対してのアプローチ方法になります。スタジオレッスン、グループレッスンでもこのロールアップ、ロールダウンよく出てくると思います。出てくるたびに、私できないって挫折する方が多いと思うんですね。で、できる限り背骨を柔らかくしてから臨んでいただけると、少しずつなんですけどもできるようにはなってきます。特に腰椎、腰ら辺っていうのはすごい硬い方が多いので、そこが柔軟性が出ないとですね、やっぱり1個ずつつける、上げるっていう動作ができにくくなります。私自身も最初ピラティスを学んでいた時はできなかったんですよね。でちょっとずつできるようになって、今でもちょっと意識しながらやっているような段階なんですけども、できるようにはなってきています。なので、やり続ければ必ず皆さんにもできますので、ぜひ、正しく動かしていただけると嬉しいです。またスタジオレッスンの、担当のインストラクターに、どういう風にやるのかっていうのをやったら改善できるのか、正しくできるのかっていうのを聞いてもらえると、お答えできるかなと、できる方が多いかなと思いますので、講師の方を頼ってですね、聞いていただければなと思います。皆さんが正しくですねピラティスをして怪我なく楽しんでいただけると幸いです。はい、そんな情報をこの、チャンネルでも、ご紹介していきたいと思っておりますので、チャンネル登録もしくは、高評価ボタンを押していただけると私の励みになりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。本日は以上になります。ありがとうございました。